限界は、海上自衛隊の保有する多用途支援艦。諸外国海軍の公用衛星に相当する。非打ち型多用途支援艦の4番艦である。この艦級における艦名は、ダの名前に由来しており、限界は、限界ダに由来する。武装として、環境上量限に 12.7mm 機関銃用銃化が設置されている。なお、1 2 7、mm、機関銃は、 搭載かき扱いであり、常時重化に設置されているわけではなく、必要に応じて設置される。非打ち型は、前期建て造艦と後期建て造艦で装備が異なるが、限界は後期建て造艦であるため、外洋行動時の運用性、居住性向上のための原用タンクと潜水艦に対する訓練支援用に、水中通話機が装備されている。限界は、 中期防衛力整備計画に基づく平成17年度計画980トン型、多用途支援艦4304号艦として、ユニバーサル造船景品事業所で2006年11月7日に寄港され、2007年5月24日に浸水、2008年2月20日に収益し、呉地方体例下の呉警備体再起基地文献体に編入された。2014年2月7日、 平成25年度日米、共同統合防災訓練に参加。2016年2月16日午後5時30分ごろ、種子島東北東 85km を太平洋から東、シナ海に向け西に航行する中国海軍旅行型駆逐艦、ハルビン、郊外2級、フリゲート、遠大東町急情報収集艦、天狼製、福井気補給艦、 広島港、第五航空軍所属の P-3C 及び護衛艦、トネと共に発見した。その後4隻は大隅海峡を西に進んでいる。2018年7月11日、平成30年7月号による災害派遣を受け、湯下島で給水活動を行った。ありがとうございます。